こうね、足元にこう入ってしまってボール前に運べないような状況でね、まあ、今度三沢が長いボール、鈴木優馬エベラウド、最後で鈴木優馬取り返してきます。スライド樋口、すぐに鈴木優馬に当てました。そして上田綺世、今のもちょっと瀬川のおそらく準備が遅れてますね。根本中央を通したパス、鈴木優馬、鈴木優馬持ち出した、鈴木優馬折り返しシュートだ、ファンガラーノ、ちょっと伊藤明監督は上田綺世行く、うまく入れ替わった、スペースに上田綺世が走ります、カメル前を向く、うまい、離れましたが奪う、鈴木優真フリーで上田綺世、すいませんでした。大分としてはああいうところで、まあ、コーナーを取っていったりとかっていうところは、鈴木ここはワンタッチで見事なパスを見せた、鈴木優真足元で上田綺世呼ぶ、一人飛ばして土井粘って反転、ここは鈴木優真のディフェンス、うまく浮かせて入れ替わりました、横にファンガラーの前、上田綺世カウンターのチャンス、自分で行く、ワイドへ、ファンガラーの大外で上田綺世、いやあれが入ったこと、まあそれも大きいポストですから、そこに正確にボールが合うかですね。安比で鈴木優馬、泉溜めてファンガラーの折り返し、ファンガラーのクロス、ニアサイドクロス、セカンドボールは鹿島が拾います。そして裏に鈴木、その横にアルテル海輝、もう一度鈴木です。さあここはチャンスにつながるか、松村から鈴木優馬、もう一度松村へワンバウンドして鈴木優馬キープをしながら、ここは立花だ、狙っていた鈴木優馬、センターに土井翔馬サポート、食べて柔らかいボールで大外、上田綺世鈴木のところに入ってきた、鈴木左足クロスボール入ってきた、松村コロニアをバリバリのレギュラーだった原川、ビルでうまく残して左まで入れてきた、今体を入れて樋口折り返す、アルトゥール回帰から縦パス入った荒木、そして鈴木優馬クロスが入る、上田綺世アディショナルタイムの得点です。日本代表上田綺世、鈴木へ入れます。ここで時間作って、また全てにおいてクオリティが高いですよね、鈴木という形になりましたけれども、さあここで鈴木優馬、根本から鈴木優馬鈴木優馬から中へのボール、シュートは泉、鈴木優馬がここは中に戻してというところでしたけれども、一転して今度は泉が運ぶ、鈴木優馬からファンガラを流れるようなパスマークを見せる海輝、これは鈴木残した、さあこれチャンスになるか、鈴木いやプレーしなければ、まあ、捕まってしまいますよね。そうですね、はい、今の分かりやすい本当に予選の早いシーンでしたね、はい、鈴木が倍増するかもしれません、関側からの長いボールです、鈴木が落としてそこに走り込んでシュートは荒木、さあ折り返しヘディング、ここも上野から鈴木です、落として最後樋口倒されたか、ポイントはありません。